全国一実戦空手界で実力組織ともに最強を誇る新進会、その新進会が主催するアマチュア選手権全国大会がここ武道館で開かれていた。そしてこの大会に飛び入り参加をしている正体不明の謎の少年がいた。彗星のごとく現れた謎の白帯少年、並み居る強豪を次々と打ち破り決勝戦に勝ち進んだ。あの男はできる。何を言おうが観客は見てしまっている。白帯の少年を前になすすべもなく倒された我が新進会空手の姿を、しかも全員が一本負け、貴様らこれがどういうことなのか。しかし師範、しかしもクソもあるか。艦長と我々先人が血と汗で築いた腐敗の神話。黙って聞いてりゃ、血と汗で気づいただ。他流試合の経験もねえくせによ。セド。一体おめえさんが誰を倒したって言うんだい。あんた あの坊やを倒せるのか。そういうお前は決勝での作戦はできているのか。相手はオール一本勝ちだぞ。しかもほとんどの試合を一撃で。俺だってそうさ。あんたが指導した脳なしどもと違ってな。新進会であいつを倒せるとしたらまず俺、あとはせいぜいオロチ艦長ぐらいのものか。だけどあの人も年だからな。貴様艦長に対して、おめえら今日から白帯にしな。あの坊やと同じ白帯にな。ハンマバキバキか。今にも噛みつきそうな名前だぜ。すっごい食欲。準決勝が終わってからずっと食いっぱなしだぜ。試合で吐くよあれ。ハンマ選手、おい、すごい傷。いえ、決勝戦開始10分前です。これから艦長の模範演武が行われ、決勝はその後ですから。炭酸抜きコーラ、なるほど、エネルギーの効率が極めて高いとか。おっと、今
な伝説の人、新進会会長オロチドッポシが姿を現しました。その拳は虎をも撲殺したと言い伝えられます。生ける伝説オロチドッポ、今肉厚な土管の前に立ちます。おや、自ら土管の中に。1回戦から見ている、見事な喧嘩っぷりだ。あ、はあ、末戸は強いよ。はい、そう思います。ハンマー君。はい。うわうわすっげーパンチこりゃ楽しみだわ。ただいまより決勝戦を開始いたします。これはこれは艦長自らの応援ですかい。末戸よ、組織を背負っとるなどと大それたことは考えるな。おっしゃる意味が分かりかねますがね。あの坊や邪心を持って勝てる相手ではない。妙な巧妙心にとらわれとると頭から食われるぞ。頭から食うだ。西側から末戸敦選手。上等だぜ。うわあ。東側ハンマーバキ選手。マット上へ一気に駆け上った末戸選手。対角線から登場するハンマー選手を異様立ちに睨みつけます。正面に礼、お互いに礼、構えて始め。うわうわは、ハンマー場外だ。くそお、お前まさか。うわ、い、今の飛び蹴りで肩を外されたのか。すぐにドクターを呼ぶんだ。なーにおごれる新進会久しからずや。
ドクターだって勘違いはよくねえな先輩。おい。せーの。うわ。えらいぞスエド、痛いんだよねあれは。勘違いだってことが分かったんだ。さっさと続けようぜ。本当にすごいやスエドさんは。止まれて。はじめ。坊やが危険だな。スエドが冷めちまった。スエドの危険度が最も高まるのは激怒した時ではない、ああなっちまった時だ。そう来ると思ったぜ。なんだ、やっぱりアマチュアだ。何だ。うわっ。うっ。スエドウさんとやりたいのはこういう戦いじゃない。もう下がっていいぜ審判。さ、下がれってお前。こいつはもう試合じゃねえ。艦長に伝えるときな。4連覇はなくなりましたってな。ぐらいで大騒ぎしちゃってまあ。ないねえ君も。いくら私のところの大会が他の格闘技にオープンとは言ってもねえ、裏の人間まで出場したんじゃシャレにならんな。裏？とぼけちゃいかんな。体中に刻まれた無数の傷跡、この末戸をコケにしまくったテレンテクだ。あんなものは君、表の公式試合なんかじゃのんべよっとって身につくもんじゃないんだよ。嬉しくなってしまうね。たかだか17歳の坊やがあのえげつない世界でバチバチやり合ってるとはね。何でも知ってんだもんなオロチ艦長は。そりゃそうだろ、 OB なのだから。 OB？ まあいずれにしろこのまま引き下がるわけにはいかんね。首を洗って待ってなさい。加藤ってんだ。新進会ではスエドウの同期だ。加藤さんは試合には出ないのかい？空手ってやつはな坊や、
目ん玉や金玉や喉や陣中やらを狙い合うのが空手なんだ。あんなままごとルールで何連覇しようが強さとは何の関係もね。残念だな。加藤さんが出ていたらもっと楽しめたのに。そんなに楽しみたきゃ今からだって楽しませてやるぜ。ああ加藤さんか、あの人は要チェックだな。あの居候バキ君ったら今日も学校に来なかったのよ。そう。よし、バッチリ。たまには行事にも出てって言っといたのに。いろいろあるのよ、バキ君にも。第一、毎日あんなにハードトレーニングして何のつもりかしら。聞いてみたら。何度聞いてもニヤーって笑うだけ。人に話せるような目的なんてないんだわ、きっと。さあ、どうかしら。何か知ってるの、お母さん。いいえ、別に。心配？私が？別にそういうわけじゃ。聖堂さん、短期間で空手を理解するためにはどうしてもあなたが必要だった。館長、この俺をどこへ連れて行くつもりだい。おとぎの国だ。ああ、水道橋まで。おっす。昭和60年5月、東京都文京区後楽に巨大ドーム建設のための工事が開始された。地上6階、地下2階。この時、一人の財界人が建設費の協力を条件に私的空間の増築を強要した。それは一大権力の成した大いなるいたずらであった。東京ドーム？ペナント買って帰ろうなんてやめてくれよな、館長。どっぽ。ああ、ご無沙汰してます、五郎子。あ、五郎子？待ちかねたぞ、どっぽ。おやめください、五郎子。黙らっしゃい。お前たちはさっさと穴へすればよいのです。はい。何なんだよこのジジイ。なあ、ダッパ、自分の流派を散々コケにされた気分はどうじゃ。奴の正体に気づいた時には決勝まで上り詰めてました。バキのことだ。試合の前日に空手の大会に出るなんてあいつらしいわよ。ここからエレベーターじゃ。おお、見事な。よし、驚くのはまだ早いぞ、ダッパ。地下6階までストレートじゃ。地下6階って、地下は確か2階までのはずだが。こんないたずらはわしの代で最後じゃ。え、ダッパ。な、あれは。すっげえところだな。徳川時代より300年、綿々と続いてきた戦いの聖地、その最新の姿じゃ。おお、
東京ドームの地下に闘技場だと？どうじゃドッポ。いやはや、ここでお前さんに戦ってほしかったんじゃ。いやそれにしても私らの戦っていた昔の後楽園球場の地下競技場とは天と地ですな。それに公にできぬ闘技場ゆえ、ここに集まっとるのは特別なルールで選ばれた秘密を守れるお客ばかりじゃ。セミファイナルが始まるようじゃな。清流の方角、大相撲有観望。やっこの方角プロレスリング久住康平。バカな、大相撲の現役横綱とプロレスラーのメインイベンターじゃねえか。とは言ってもバキの前座だがな。まさにおとぎの国。じいさん、あんた一体なんじゃ、どっぽから聞いとらんのか、わしのこと。300年前この地後楽園へ最初に闘技場をお作りになったのがわしの、ヒー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 、あれ、ヒー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 、そう、11代前の祖先徳川光圀、つまり水戸黄門じゃ。1615年戦国時代は終止符を打った。しかしこの時代の終わりとともに自己表現の場をなくした武芸達者による血生臭い事件が各地で激増した。それを憂慮した徳川家光は舞踏場の設置と武芸者のスカウトを光圀に命じた。水戸黄門の諸国漫遊は実は武芸者をスカウトするための旅だったのだ。代々の祖先が格闘技を愛し、こうして脈々と継承しておるのじゃ。夢だ、俺は夢を見ているんだ。いや、立ち合いの際、久住が金玉を打たれた。え？武器の使用以外は何でもありじゃや。何でもありだと？あ、そう。首を絞めてもよし、金玉を潰してもよし、噛みついてもよし。審判すらいない。だからこの戦いは公平なんじゃ。どうだい、加藤。馬騎はあんな連中の上に君臨してるんだぜ。嬉しそうですな、チャンピオン。どうしてかな。テーピングを終える頃には全身がむずがよくなってきて、相手を八つ裂きにでもしたくなる。面白いものですな。先ほど対戦者のしのぎを見てまいりましたが、チャンピオン、あなたと同じことを申しておりました。どいてくれないか。ん？何？知らないのかい、この廊下は弱い方が道を譲るんだぜ。いよいよメインイベントじゃな。えらい人気じゃねえか、バキの野郎。チャンピオンじゃからな。いい試合をしているようですな。この後楽園闘技場の史上300年、最も若く最もエキサイティングな王者のお出ましじゃ。さあ、フー！まるで教祖様じゃねえか。素敵な試合をしますからね、あのチャンピオンは。バキめ、花を持っとる。今日バキの相手をするのは誰なんだよ。
それがまた厄介なやつでの。あら、遅いの、しのぎのやつ。ん？お、あ、しのぎと言われましたか、五郎子。さすがにドッポは知っとったの。そう、しのぎ交渉じゃ。なっちまったんだ。何にも見えねえよ。おい、どこにいるんだ。真っ暗で何にも見えねえよ。知らないのかい。この廊下は弱者が道を譲るんだよ。何よこら。どうです、感じますか。今引っ張り出されているのはあなたの目を司る神経です。あなたはとても気短で危険な人ですから、コードを切っておかなくてはね。こうして、え、あれ停電かな。あれ、しのぎ交渉、通称ひも切りしのぎ。ひも切り、体内に存在する無数の紐、血管、リンパ管、腱、神経。しのぎの技はこれらの紐を断つ。腱や血管くらい手刀で一発だぜ。しのぎの場合、指で引きちぎるんだ。指？見せてもらおうじゃん、紐切りの妙技をよ。来た来た来た。やっこの方角、しのぎ交渉。ハンバキ、私が今どんなに興奮しているかわかるか。よし、よし。この狂おしいほどの渇き、君なら消してくれるはずだ。しのぎさん。ん？空手の入門書も10冊以上読んだし、空手家とだって戦った。だからどうだと言うんだ。はっきり言って絶対に負けない。入門書を読んだだと？そんなもんが通用するか！我々武道家を愚弄する気か！しのぎ、伝統の力を見せてやれ！体中の神経を引きずり出せ！ハンマン、私もはっきり言うが、今日私はどんな技でも使うつもりでいる。そうしなきゃあんたが殺される。どういう技を持っているのか知らないけど、しのぎさん、必殺技の一つや二つで勝てるなんて思わないでほしいな。ここは地上最強を決める聖地だからね。見事な減らず口だ。どうやら君もコードを切る必要があるようだ。全然動かねえじゃねえか。動けんのだ。強がっていても素手の戦いでオープンルール。しかも二人の拳はとびっきりの狂気ときている。しかし心に鬼を飼う者同士じゃ、やがてその恐怖心も戦いへの欲求に勝てなくなる。でしょうな。で、五郎子はどちらが先に仕掛けると。嬉しい質問じゃな。どちらかっちと。しゃは、やはりな。愚か。ああ、
消えてる。なんて切れ味だ。すさまじいな。驚いたかね。しのぎ流空手においては手刀も側刀も打撃技ではない、斬撃技だ。いいぞいいぞ。飛び速度を避けた反射神経はさすがだが、1ヶ月で空手を習得したなどと考えた愚かさは身に染みたろう。あんなんで勝てるのかよ、バキのやつ。どうかな。どうした、ハンマー君、打ってこないのかい。もっともっと調子づけ。それじゃあ今度は私が。そう、先手を取らせてもらうよ。そうだ、そう来なくちゃ。ありなもの、バキちゃんの場合。なんと、あれがいわゆる紐切りだ。えげつなくも見えるが、人体を破壊するという点においてあれほど空手らしい技もない。バキ、痛い、反撃どころではない、とてつもなく痛い。初めて体験する紐切り技の感想はどうかね。入門書には載ってなかった。だろうな。右腕が効かない。つま先でもろに蹴り込みやがった。地獄だな、ここから先は。これが地下闘技場か。この一本剣を君のこめかみに叩き込むと、私が王者だ。しのぎさん、右腕の自由を奪ったくらいで俺に成り代われると思ってるかい。忘れてもらっちゃ困るな。ここは地上最強を決める場所だぜ。落ち着け、少しだけタフな相手に過ぎん。奴の右腕はもう用をなさないのだ。私の圧倒的優位は動かない。
様の戦闘力に心から敬服する。左腕一本しか効かぬその体でよくぞこれほどの攻撃をしてのけた。では味わってもらおう、熱き思いを込めた篠木流の極意を。貴様にだけは味わわせてやろう。あれを使う気か。やる気だ。篠木流の真の怖さは抜き手技ではない。極限まで鍛え上げられた獣の爪にも勝る指の強さそのものにある。全部かわしてやがる。当たれば骨ごと持っていかれるからな。こいつ詰めてきやがる。確かにすごい攻撃だったが、目で見えないほどじゃない。猛獣の戦闘法に似せたこの型、スピードはすごいがその分変化がない。軌道が単純なんだ。起こりさえ見落とさなければ絶対に当てられない。見切ったなバキのやつ。ずバチ、貴様となら刺し違えても悔いはない。ハンマーバチ、これが篠木流の、これが最終兵器だ。風で挟んだ。そう来ることは分かっていたわ。右目が見えない。ハンマーバキ、これで君の勝利はなくなった。何、消えた。完全に死角だ。当たらないねバキ君。距離感がつかめない。この顔をまぶたに焼き付けておけ。君の生涯で最後に見る顔だ。左目をやる気だ。気づくかバキ。この顔を闇で思い出せ。この瞬間だけは拳が止まるんだよね。ああやりよったわい。怖いやつ、あの局面で気づきよるとは。
篠木さん、もう逆転は無理だ。なんという屈辱だ。ギブアップするんだ。俺そのまんまぶち寄ってしまえ。もう空手ができなくなってしまうぞ。貴様ごときを倒せんで何の空手だ。治ったら復帰できるような骨折じゃないぞ。いや俺何をしている。おらんと舌を噛み切るぞ。もう のやつ。え？何せ右腕と右目の神経をぶっちぎられたんだぜ。まあ大丈夫じゃろ。ここの外科医は世界一じゃ。しのぎさん。飛んだ恥さらしだね。ハンマーバキ。はい。なぜ折らなかった。 あと数百グラム後ろへ体重を預けるだけで僕の右腕は完璧に折れていたはずだ。しのぎさん、うん、腕を折ることはとどめにならない。あなたは両腕が折れてもきっと蹴りで反撃してきただろうし、あの時の僕に防ぐ体力は残ってなかった。あの場合ああやってあなたを失神させることがベストだった。ハンマー、あ、はい。勝ち続けろよ。はい。拳をもう一度振り下ろせ。